Linux リ e v はオペレーティングシステムカーネルで Linux カーネルの修正バージョンから続いている GNU プロジェクトのパッケージである。このプロジェクトの目的はソースコードを含まなかったりソースコードが難度化されていたりプロプライエタリーなライセンスのもとにリリースされていたりするようなソフトウェアを全て Linux カーネルから除去することで完全にフリーなカーネルを作ることである。 リナックスカーネルのうちソースコードがない部分はバイナリブロブと呼ばれ、主にプロライエタリなファームウェアがそれに該当する。バイナリブロブは通常再配布可能であるが、ユーザーによる改変やリバースエンジニアリングは通常を許可されていない。Linux カーネルは1996年にバイナリブロブを含めて指導した。 バイナリブロブを取り除く作業は、無センスのファインドファームウェア及びジェンカーネルとして2006年に開始された。ブラグリナックスディストリビューションは2007年に、バイナリブロブの除去とともに、この作業をさらに推し進め、リナックスリーバーが生まれた。リナックスリーバーは、フリーソフトウェアファンデーションラテンアメリカにより初めてリリースされ、完全にフリーなリナックスディストリビューション用の価値ある。 コンポーネントとしてフリーソフトウェア財団が支持した。Linux リーバは2012年3月に GNU プロジェクトのパッケージとなった。アレシャンドリ・オリバがこのプロジェクトのメンテナーである。Linux リーバのマスコットであるフリードと GNU ロゴ除去プロセスは D-Blob Main と呼ばれるスクリプトを使用することで達成された。D-Blob Main は 無センス用に使用されるスクリプトに影響されている。ジェフモエはブラグリナックス &GNU ディストリビューションで使用できるようにこのスクリプトを後に修正した。他にも別のスクリプトとして D ブログチェックと呼ばれるものもある。これはカーネルソースファイル、パッチまたは圧縮されたソースファイルにプロプライエタリと疑われるソフトウェアが含まれている。 どうかをチェックするために使用される。フリーソフトウェアのみのシステム実行を第一に意図された効果とは別に、ユーザーの調査や修正が許可されないデバイスファームウェアを実際に除去してみると、肯定的な効果と否定的な効果が両方生ずることになる。利点には、バグ、セキュリティ問題や悪意のある操作に対する検査ができず、またそれらが判明した場合でもリナックス。 カーネルメンテナーだけでは修正できないデバイスファームウェアを除去することが挙げられる。バイナリーブロブが入っているシステムは悪意のあるファームウェアにより危険にさらされる可能性があり、さらにメーカーが提供するファームウェアのセキュリティ検査ができなければ、たとえ無害なバグであっても起動しているシステムの安全性を低める可能性がある。カーネルからプロプライエタリファームウェアを除去することの欠点には、 それにより結果として、フリーソフトウェアにより代用ができない、特定のハードウェアが機能しなくなることが挙げられる。これは特定のサウンドカード、ビデオカード、t v チューナーカード、そして、ネットワークカードに影響する。可能であれば、B43 や CR9170、ATH9 キロ HTC といった、無線カードドライバー用のオパンフワフのような、 フリーソフトウェアの代替ファームウェアが代用品として提供される。Linux リーバは自身がサポートするプロプライエタリなドライバやファームウェアを必要としないデバイス用に高ブートのようなフリーのドライバを使用する。フリーソフトウェア財団の r ス s p e c t s Your Freedom コンピュータハードウェア製品の認証プログラムはユーザーの自由とプライバシーを尊重するハードウェアの作成と販売を奨励し、 ユーザーによる自身のデバイスの制御を保証することを目指している。バイナリブロブを除去した Linux カーネルのソースコードとプリコンパイルされたパッケージは Linux、リーバスクリプトを使用するディストリビューションから直接利用可能である。フリードーラは Fedora カーネルをベースとした RPM パッケージを用意し維持するサブプロジェクトである。d e ア i a n や Ubuntu のような d e ア i a n の 派生ディストリビューション用にプリコンパイルされたパッケージもある。パラボラ GNU、Linux リーバはデフォルトのカーネルとして Linux リーバを使用する。Linux リーバをデフォルトのカーネルとするディストリビューションを以下に示す。これらの OS は GNU、FSDG にも適合する。Linux をデフォルトのカーネルとして使用し、 代わりのカーネルとして、Linux リ e v e r を推薦するディストリビューションを一家に示す。ありがとうございます。